皆様こんにちは。大分市にあります別法自動車と申します。本日はマツダの CX-7 の車の整備のご入稿をいただいております。誠にありがとうございます。この車、平成20年走行距離5万2000キロぐらいの状況の車なんですが、ドアがパワーウィンドウのドア側のパワーウィンドウが上がり下がりしないということで、不備が発生しております。ドア側のパワーウィンドウのですね、モーターが悪くなっている可能性があるということで、今ドアを取り外して、今から、調べるところでございます。もし疑ったようにモーターであればですね、モーターを新品部品を注文して取り替える、交換するというような作業になろうかと思います。電気系統の不備ということになりますので、今から作業したいと考えております。それでは皆様、オーナードライバーの皆様もですね、交通安全に気をつけていただきまして、どうぞご安全にお過ごしください。